皆さんこんにちは、シティリバーズチャンネルです。今回の動画は見つけた山菜を紹介していきたいと思っております。また動画の最後にはボツになったガサガサ動画をおまけとして公開したいと思っております。この山の景色最高ですよね。それでは動画の方をご視聴ください。どうぞ。小ゴミがいっぱいありますけれども、全部成長しちゃってます。若ければこうクルクルしてる、よくポピュラーな山菜ですね。とっても美味しいですね、これも。いっぱいある。小ゴミはいっぱいあるよ。ほら成長しちゃってるね、うん、大きくなる。ちっちゃい時取りたい。ねえ、あ、取っちゃダメ取っちゃダメ。これって何？くるくるなってるやつだよ。ここに。ここみのくるくる。成長するとこんなになります。ねえねえ、ママ、くるくる。はい。ねえねえ、赤ちゃん、ここみですって言って。ここみです。はい。見せて。見せて見せて見せて。あ、ちゃんとしたここみあったね。見せて見せて。これここみ。これは食べ頃サイズのここみちゃんです。ちょっと持って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 、ぼやけちゃうから。これちっちゃいのもあった。見せて赤ちゃんも。はい、コゴミまだ何個かあったね。はい、超大量のアブラムシを見せてあげます。どこだ、ここか、ピント合うか。ピント合う、合わねえか。見えた、これだ、これこれこれ。気持ち悪い。気持ち悪くない、生きてんだ。これ、すごいアブラムシ。すげえ。うわ、すげえ。アブラムシでした。おお、あったあった。これは食べ頃です。よいしょ。ゲッツ。こんな感じ。意外とありますね。はい、持っていいよ。川の近くにやってきました。上場味噌、まあ水とも呼ばれてます。これも美味しい食べられる山菜です。結構生えてますよ、こんな感じで。これもそうですね。ここもそうです。上場味噌結構入ってます。上の方まで。で、それに紛れて雪の下。こちらも食べれる山菜です。綺麗な花咲かせますね。これも天ぷらにすると美味しいです。こっちはまあ茹でて、おひたしみたいな感じで食べたり、ご飯にぶっかけて食ったりしますね。美味しいです。ちょっとぬめりがあってね。でムカゴっていうのも確かできるはずですね、時期になると。あ、水結構群生してんな。まあ今日は取んないです。こんな感じです。いや、それにしてもいい場所です。結構ここヤマメとかもいて癒されに来ますよと。はい、上場味噌でした。はい、あとこっち、こっちか、雪の下でした。2種類の山菜です。はい、クレソンですね。美味しいです。これも美味しい山菜、クレソンで、こっちにプーって移すと、はい、これわさびですね。天然です。天然わさび食べないですけど、ここの場所はどこかはちょっと秘密です。まあ人はあんま知られてない場所です ね。こんな感じでいっぱい食べれるものがあります。
皆さんもこういうシークレットポイントとかあるんですかね。やっぱ自然好きの人はありますよね。自分だけしか知らないポイントとか。こんな感じで綺麗に咲いてますね。こうすげえいい雰囲気だよね。こういうちょろちょろちょろとか蜘蛛の巣があるけど、こんな感じです。なんか良さげなポイントあったんで飾りたいと思います。よいしょ、追い込みで行ってきます。ほらほら、どうですかね、なんか取れるかな。いるか。あ、取れた取れた。なんだチビザリと、なんだこれ、トビゲラみたいなやつ。こいつらちっちゃいザリ、エビとちっちゃいザリ、こんぐらいですかね。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。結構人気のある山菜のコゴミやミズ、クレソンなんかを紹介できてよかったかなって私は思っております。最後におまけ動画を入れるっていうのも今回初めての試みで結構面白かったですね。このチャンネルでは自然と遊ぼうコンセプトに動画作りを心がけております。山菜を取ったりキノコを取ったりガサガサしたり釣り動画を上げたりしております。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。動画のご視聴ありがとうございました。